ンティックのパフォーマンス1フルタワーケースでございます。ナムヤーグルト健康でいい不健康大健康乾杯。ちょっと待って下逆やった。下は下にせえなあかんってことこれ。ちょっと向けといて。あれん、え、あ、これも上だわ。さてと黄色いクーラント、どれぐらい入るのこれ。綺麗おし何これ宇宙ある、うわやばいやばい、何これ宇宙ある、うわやばいやばい、何これ宇宙ある、うわやばいやばいやばい、止めて止めて止めて、どうした、危ねえ、え、いやさ、プシューってプシューってすげえ音聞こえたよ。ねえ、この服どう？反対じゃないです。え？後ろ、後ろ前、後ろ。そんなことはないと思うんだよな。こういう服なんですよ。ダッツさんの時代じゃなかった。こういう服。前後同じやね。いや、そんなことない。前にクニクニついてる。ここに。あ、ほんとにボタンがついてる。そうそうそう。はい、ということで、こんばんは、岡太郎と。ダッツです。前回の本格水冷噴水になったね。これちょっと見てほしいんだ。ここがね、ちょいこっち気味だったんだ。フィッティングがこういう風についてなくてこうついてたんだよ。あ、斜めにね。そうで、それを私が締めちまったもんでバンバーってなったでね、水枕通電してなかったんだけど、うん、下のね USB 2.0 が刺さってないことが分かったので刺しときましたじゃあ今回この最後のパイプ一本を直してもう一回リクテストしていこう。ダッツさん、なんでこれくれたの？全然それ。なんで？え？いや別に。なんで？別に。なん？アサヒスーパードライ。あ、え？どうしたの？なんかふわふわ。これ入れ替えたんやろ？ふわふわしてる。なんかあった？何やねん。これ入れ替えたやろ？ん？これも入れ替えた。あ、そうそう。前後。このサーマルテイクのロゴが反対になってたから。ダッツさんいない間にキュンって直しときました。まあそんな感じね。じゃあパイプ直そっか。どうするごめんね、こんな夜におしっこじゃないの、騒いじゃって。おしっこじゃない、おしっこの時はもっと太くなってる初めてじゃあね、ここのパイプどうやって直す。とりあえず抜くしかないでしょ。はい、斜めやもんな、この時点で。そうだね、ちょっとラッパみたいになってるね。もうちょっとこっちに曲げた方がいいやろ。そうだね、それだったらまだギリ間に合うかな。入るかどうかやってみる。ああ、そういうこと。そうそうそう。ああ、厳しいかな。いや、いけるわ。マジで、うん、おー、よかった。どうした、どうした。よし、行くか。はいよ、じゃ向こう行ってなさい。危ないよ。ゴー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 、よし。かっこいいね、このメスメスフィッティング。初めてよ。いかついわ。ネックレスにしたらあれっぽくない？ブルガリの。ああ、ブルガリのやつだったな、そんな昔。サンマルテイクのメスメスフィッティングさ、これネックレスにしたらさ、ブルガリのあれに似てない？牛角美味しいよね。牛角美味しい、十分十分。牛角ってさ、なぜかいっぱい食べれるよね。だから刺しが少ないからでしょ。高い肉ほどあんまり壊れへんから、ね。お高いお店行くとさ。一皿でお腹いっぱいになるね。 あれ高かったな、東京やったっけ。
美味しかったなあれ。高かった。本当美味しかった。懐に痛かったな。でもさ、2万円でもさ、3000円でもさ、うん、400円でもさ、うん、全部うんこだよ。食べたらね。そうどっちがいいの？あの、ほら女の人ってさ、うん、物より、うん、思い出なのか思い出より物なのかって。どっちもじゃない。安いものもその人と食べれば楽しくて美味しいなって思い出になるし。そういう人がいいね。で高いところはさ、うん、なんかつまんねえやつと食べに行って味も何にも感じないっていうのもあるじゃん。あるある。仕事で、ね、ほら接待とかでさ、女子とね。そうそうそう。そうすると。いいとこ行ったんだけどなんか疲れちゃったなっていうのもあるよね。確かにそれはあるな。ね、これ可愛くない？部族の人みたい。えんやそれ日本やこれでいいんじゃない？おお素敵じゃない。え、かっこいいね。ここリボンみたい。これいいよね。可愛い、斬新。しかしさ、本格水冷なんてよくやるよね。大変やで。あ、そうだ、ダッツさん健康診断の結果来たそうなんですけど、糖尿でした起こしてみようよ。起こしてみるか。マジかっこいいよ。ちょ、はい、かっこいいでござんす。よいしょ。いや、めちゃめちゃかっこいいよ、マジで。マジ？うん、めちゃめちゃかっこいい。正面で見てごらん、まっすぐだよ。リリア吸ってる、吸ってる、飲んでる。うわ、かわいい。やっぱ黄色かわいいね。いい色やなこれ。じゃあ電源頼むね。通電させるよ。いきますよ。お願いします。はい、スタート。大丈夫。あ、水枕認識、うん、パワー弱すぎってこと。位置やったら、うわっうわっうわっ。何何？ほら？どっから？どっから？パソコンが怒ってる。いい加減しろ。あ、上や。いい加減しろよっつって。モカ太郎の動画。原因わかった？わかるわけないやん。こっから吸ってこっから出るでしょ？で出るでしょ？やっぱおかしいな。なんでこれが上がってこれが上がるんだ。どっちかが下がるはずなのに。そうな、普通両方とも吸い上げてるような感じになってる。これが押し押しになってて、戻る場所はここかここだったんじゃないかな。これが上がるのがおかしいもん。これも上がってこれも上がってるじゃん。このだからここのこれが落ちてるってことはこことここだ。こっちかこっち、うん、そうだね。これをここやな。壊そう。それで多分いけると思うんだ。グニングニティンティンティン。なんか本格水冷って同じことないよね。ないな。なんか今回はかなりすぐ終わると思ったのに、うん、全然終わりやがれへん。終わりやがらへん。あ、もうやって。できたー。これでさ、すんなりいったら本当に嬉しいね。よいしょー。いや、思った。それでは行きましょう。せーの、スタート。あ、来た。あー、出てきた。こっちだ。よし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 。やっとまともな周りだ。あー、回ってる。あ、よかった。すげえ出てる。いやー嬉しい。マジで回ってくれて本当に嬉しい。フロント面がこんな感じになりました。これは ARGB 調整すればいい感じになるでしょう。正面がこんな感じ。パリピだね。随分パリピだわ。水枕かっこいいねこれ。なんかモーションついてる。フロインジケッター元気に回ってくれた、うん、回ったちょっと右寄りっていうのがいいよね。大体の男性左曲がりやけど。ということで無事完成しました。
長かったね。湯沢ばあちゃん超かっこいい、分厚くてかっこいいんだけど超くせもんで、排水の変換ノズルがあのすぐダメになった。ぐるぐる回るタイプ。ぐるぐる回る。でもこのすんごいでっかいリザーバーとこの3連のラジエーター、このケースにつけることができたから、やっぱりこれフルタワーだなって思うね。確かに。フルタワーの中でも大きい方では正直ないんだけど、それでも3連とか、うん、しっかり入るね。入っちゃうからいいね、広々としててちょうどいいよ、うん、でかいけどでかすぎずっていう。そうだね、フルタワー入門します、うん、っていう人にはいいかも。手も入りやすいし、うん、ケース良かった。これパフォーマンス1っていうケースね、めっちゃ良かったよ、うん、今回困った箇所なかったもんね。そうやな、あれだけじゃない、下の HDD 格納庫。そうそうそう、あれの止めだけいらんやろっていう100歩譲ってストレージ入れたらもう出し入れってあんまりしないから、うんうん、あとね1個だけ言っていい、あのね素晴らしいケースなんだけど、この裏配線の面なんだけど、これねフロントパネルがネジ位置固定なのよ。で下はネジついてないのね。その代わりここにあの鍵のようなもので引っ掛けて上で固定するっていう感じなんだけど、裏配線ってすごくいろんなケーブルが、こういう風にいっぱいケーブルがね入ってるもんで、ここで引っ掛けてネジ位置固定だからね、どうしても上は固定できるよネジで、だけどここは固定できるんだけどここ開いちゃうのよ。うん、ちょっと開いてるね。ちょっと今閉めてみるから待ってて。はい、固定しました。ここバッチリよね、グッドグッド。はい、こっちでちょっとずつ隙間がここ開いちゃうのよ、ほら。こっちにもだからちょっと引っ掛けるやつ欲しかったの。ここぴったりで、ボールラッチだからあのボールラッチがね効かなくなってバガンって開いてっちゃうのね、うん、こんな感じで遊びができちゃうんだよね。こういう場合はもう4つ4箇所ネジの方がぶっちゃけいいかなって思います。とまあそれぐらいだね、それぐらいです。あとはもう素晴らしかったね。よかったよかった、うん、組みやすかったよ。でね、今回パフォーマンス1であの本格水冷組んだんだけど、このボルテックス360でパソコンを組んだ動画もあるのでよかったら見てね。ってことで今回はパフォーマンス1を使った本格水冷を組んでみたという動画でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。パフォーマンス1パーフェクト1 ごめんね、ジュン、ごめんね、いつもふざけてて、ジュン、ごめんねいいやん、いいやん、また飲もうね